札幌にはすごいやありがとうが溢れている。札幌には金メダリストが溢れている。いい人、いい街、毎日金メダル。近所に陶芸教室を見つけて、そこで始めました。全国的にイベントに出たいのと、あとネット販売も始めたいと思ってます。今回の毎日金メダリストは、作ることに対してものすごく母が貪欲なので、それに対して金メダルを渡したいです。いつも家事を頑張っているのと制作も頑張っているので、私もそこをちょっと尊敬しているところでもあります。いつもありがとう、尊敬してます。ありがとう。ちょっと恥ずかしいんですけれども、嬉しかったです。毎月1回地下歩行空間などいろいろな場所で開催する予定になっておりますので、息の長く続けていきたいと思います。刺激を受けます。小さい時からいろんなものを作るのが好きだったので、やっぱりなって思いました。くすっと笑えるような商品がすごく多いなって、他の方が作っていないような商品が多いなっていうのを感じます。これからも楽しい、自分が楽しくなるような商品をたくさん作っていってほしいと思います。皆さんも毎日金メダリスト見つけてみませんか？